で、この人が、まあ、これはトレーニングが必要だと思うけど、今回の YS ドキュメンタリーは4月末から5月にかけての強豪チームとのトレーニングマッチ、その舞台裏に密着した。4月30日、宇宙アスレティック FC との練習試合を行った。YouTube です。あ、YouTube です。お願いします。初出場。どこ撮ってるの？ふくらはぎ撮ってるの？そう。なんかあれでしょ。前回のトレーニングマッチでは、チャンスを多く作ったものの、疲労の色も見え、最後の局面で決められない場面が多くあった。この試合ではハードワークをした上で得点に結びつけることがチームに求められることである。プレッシングの強度を高くすることによって俺たちはフィジカルトレーニングになるからね。絶対にあの F リーグで、ね、F1 のチームだったらそこの部分っていうのは絶対に求められると思うから、まあ、自分たちのフィジカルを高めるというところでも最後までやりましょう。では試合なんて球際切り替え、そしてカウンターで、ね、入れていきましょう。じゃあ今日もチーム一でやっていきましょう。終始ボールを保持した YSCC、 全員がハードワークすることができたこともある。結果得点を多く取って勝利することができた。相手がフィジカル強い相手だったんですけど、その中でもビビらずに足元で、つなげたのはポジティブだったと思います。ただ取られた後のボールの回収やったり、まあ、あとは失点のところもう回収しきれなくて失点になっているので、まあ、そこの切り替えの速さ、あとは前のディフェンスもう少し連携できたらいいかなと思います。5月7日、アツシ、リッチ、タクヤ、セイヤ、タクミデン、同じ F1 で戦う湘南ベルマーレとの練習試合。昨シーズンリーグ2位だった強敵だ。でボールを持つっていうことにはあのやっぱりこだわってほしいし、そこに対してのビルドアップの失点っていうのが出る可能性はあると思うんだけど、トラムのタク、ピンシャクでスコアっていうかはどういうエラーが起きるのかとか何ができるのかっていうの方が今知りたいから、そういう試合にしてください。じゃあ、最大事で前々回のイガール戦で手を負傷した今日、多少の不安は残るものの、2週間ぶりの実戦復帰だ。そしてツッツーが代表遠征のためこの日を最後にカップ戦直前まで離脱する。今日僕特集ですか？前半、リッツィの折り返しを淳が押し込み先制点を奪う。2対1の数的優位の状況でリョーガをおとりに使い、強がそのまま縦に持っていき追加点。ネットに当たったボールのカウンターから1点を返される。前半は2対1で終了。前半の感想はすごくよくできてたんじゃないかな。あの練習でやってたことがね、特にソータがカットインした後にサイドの選手が飛び出て、実践的に言うと、まあ、もうちょっと決めたいよね。だけどそれって決めてって言ってさ、決まるもんでもないから、しっかりファーサイド
作ろうねとか、そういうところでちゃんと打ち切ろうねとか。後半、ツッツーのカットから、最後は、ケンタが決め、リードを広げる。しかし、ミスを突かれ、再び1点差に。代表招集のツッツーが、個人技から得点。最後に1点を返されたものの、僅差で勝利することができた。今日の練習試合、結構強度の高い相手だったと思うんですけど、その中で1点？そうですね、はい、1点とアシストしました。はい、おめでとうございます。これから代表？今日、明日行きます。はい、どうですか、意気込みも、代表の試合も含めて意気込みも。そうですね、まあ個人としてはまあコンディションはバッチリしなんで、まああとは結果を個人とチームとして出せればいいかなと思ってます。はい、ます。ぜひ頑張ってください。頑張ります。まあ俺からは特に試合のことはまた練習で落とすから。はい。大丈夫です。怖いの落とすって言われる。お疲れ様でした。5月14日。この日は代表活動中の。ツッツーに加え、ヤド、ヨーガ、タクムが諸事情により不参加。計4人を欠いた状態での試合となった。しかし、これからのカップ戦、リーグ戦を戦っていく上で、怪我などによる離脱者が出るのは当たり前。むしろフルメンバーで戦える方が珍しいくらいだ。そんな中でもパフォーマンスが変わらないチームこそが、上昇軍団と言われる毎年リーグ上位に位置づけているチームなのだろう。今回の対戦相手、品川シティも上昇軍団である。昨シーズン F2 リーグ王者であるこのチーム、 F1 の上位チームと比べても遜色のない、いやそれ以上の実力を持ったチームだ。いろいろね、戦術的なことはあるけど、まずは戦うことね、こういうところで 100% 出すと。その上で、こっちね、両方、どっちも求めていきます。はい、じゃあ、スタートの4人、はい、行こう。行こう。両者均衡した戦いであったが、品川が先制点を取って前半終了。うん、あれも深さも足りてない。ボックスになるだけだから、ここでアンパイさっき中村に出したやつとも別に結果はいいから、内容そのこれが終わってその結果勝利できればいいから、それが最高だと。そこを目指したら、相手に当たったボールが入ってしまい失点。すぐにコーナーキックから智樹が決め1点差に。しかし相手も同じくコーナーキックから得点。流れを立て直すことができず再び失点してしまう。またもコーナーキックからゲンが得点し、その後リッツィが立て続けに決めるも反撃はここまで。1点差で敗戦した。
オーシャンカップ前最後の練習試合でしたけど、どうですか、相手のかなりプレッシャーも強度も高いチームだったと思うんですが、うん、率直にやってよかったなっていうところです。相手がとてもいいチームなので、システムも変えながらやってくれてたし、ディフェンスの強度も高くて、ハーフに引いたところの状況とか、前から、しっかりかけてくるっていう、まあ、いろんな状況が見えたっていうところと、それによって選手がどういうふうにプレーするかっていうのも見えたから、品川はいいチームだなって改めて、うん、敗戦って言ったけど、特に、今大事なのは本当にこのチームをどういうふうに良くしていくかっていうことだと思うから、まあすごくみんなが勝ちたがってたっていうのは、ね、伝わってきて、まあ、俺も悔しいんだけど、それよりも次どうするかっていうことが大事だと思うし、細かい戦術的な話っていうのはまたトレーニングで、話していくから、まあ、もう本当もその繰り返しだと思うから、また来週から頑張りましょう。今はしっかり休んで、はい、とここでリッチー、次からそういうのないように練習から頑張ってきて、よろしくお願いします。まず全く謝る人です。みんなリッチのことは認めてるし、この仲間のミスで俺たちがどうこうっていうのはないから、また一緒に来週から頑張る。リッツィの人間性に心を打たれ、今一度全員が気を引き締めていかないと思う瞬間であった。試合お疲れ様でした。オーシャンカップ前最後の練習試合振り返ってみてどうでしたか？相手の強度が高くて、アジリティのある選手がすごい多かった中ですごい難しかったですけど、練習からもっと、改善してオーシャンカップの、開幕戦に勝ちたいなと思ってます。ありがとうございます。期待してます。ありがとうございます。俺取ったところでしょうがないよ。このチームのカメラマンを任されて、はい、約1ヶ月経ちましたけれども、はい、この仕事はどうですか？いや、選手、監督にインタビューしたりするとき、大体アドリブでやってるんですよ。でそれが、それは良くないと思うんだけど、なんかアドリブでやってるんだけど、まあ、もしなんか視聴者さんが、こうした方がいいとか、もしあったらアドバイスください。はい。YS の新しいトレーナーです。よろしくお願いします。自己紹介をお願いします。村田優也です。何歳ですか？今年で25になります。おお、25歳ですよ、はい、皆さん。あだ名は？村さんか。村くん。あと優也です、ね。優也。はい。会場で見かけたら声かけてあげてください。よろしくお願いします。もしかしたらマッサージしてもらえるかもしれないんで。任せてください。次回の YS ドキュメンタリーは今季初の公式戦となるオーシャンカップ。初タイトルを取るために5月26日の八王子で行われる初戦に勝利し、弾みをつけていきたい。